2023年8月29日。少書読んでいきます。美子。これで少書は終わりかな。美子第17。因すでに点名を咲く。くは乱なり乱るかな。 美子、不死、少子にぐることを作る。策は何なりの中は悪い。あ、悪いんですね。はい。えっ、ー、と、馬優がはいなりの方が良い。因天がを取る天命を悪逆にして捨ておくなり。ということ。これは美子の項にて項の体なり。 今言ってくれたのかな読書はスポーツ。タイムラグがそうすると、破るとかですかね。インす既に天命を破るとかかな。漢文奏書、美詞。美詞、陰のまさに滅びんとするを痛み、騎士、悲観に図る。詩観、その問答の語を、六詞、美詞をもって、変に名付く。 漢文体制。美は国名。詩は釈美詞、名は形。定一の長子、中央の諸母形。この辺は、陰の滅びんとするを未、美、騎士、悲観と測って、問答した言葉を除したもので、これも、項の一体である。金文、古文、ともにある。少書講義。美詞。 美子もまた変書に美子各曰くとあるところから取って変名にしたのである。美は国名、死は死釈、美国の死釈の意。この人名は慶、陰の天子、帝一の長子で中央の兄にあたる。しかし、慶の母が卑しかったので位を継ぐことができず、美に頬ぜられて死釈になったのである。 四季陰謀義党によると陰王の院乱が山ぬので美氏はしばしば諌めたけれども聞かぬそこで告示を騎士・悲観と図ったその文答を録したのがこの一編であるしかしてこれは金古文のいずれにもあるので議書ではない本編の趣旨は美氏が騎士・悲観に国の希望を訴えて処籍を尋ねたこと騎士これに 答えて己は死をもって君に準ずる考えであるが院の祭りを損するために他に出奔なされと美史に勧めたことの2点にある。えー、と築間から「美史」「美史」の言葉院の中央が天の命じられる命られるところを無視してそれに従おうとしなくなった時美史は大臣の 悲観と,と,とに国を去りたいと正式に告げたこの時の美史の言葉をもとにして美史の編が作られた美史は中央の兄弟中央の暴虐が募った時国を逃げ出し州が院を滅ぼした後、と僧にほせぜられ院の祭祀を継いだえー、と赤塚中美史 第26章書第5「美史編美史が大使彰子に諮って中央の亡国の暴挙を避けて亡命の意を決することを叙述している式によれば美史は中央の異母系で名は「慶」畿内の「美」三等書平と」「兵権の美京といいまた三等書宗慶の美山というその「美」に大勢られて美史という。 中央の無道をしばしばいめたが聞かれないのでこれに死ぬべきか水防すべきかに迷ったがついに水防に決心し後再起を報じて宗の軍門に下り宋にほうぜられて院の祭祀を継ぐことになったまた美史の名伝わらない現存のものは偽書美史の名を作ったという中央の時には美史のほかに同族の賢人として 騎士悲観があり美子は狂人を装い捕らわれて奴隷となり悲観は死をかけていさめついにその旨を裂かれて死んだといういわば亡国の悲運に所する3つの典型を示しているものである美子死は尺なりえっ、ー、と少々気分です美子は宙の兄なりされどもめかけ腹の子なり 忠の無道を去って見退くなり、左伝に定一の原子とあり、漁師春秋には、忠の母、美子圭、忠縁等を産む、その時なお、めかけたり、既にして、妻と妻となる、後忠を産む、忠の父、美子圭を建て、 太子,とを出す太子王により思考していさめていわく争うていわく歳の子あり立つべからずゆえに宙を立て後とす、とあり中と同性同福の種なれども卑しき時の子なり奥様になって宙を 「生、えー、海死より宙をたつる」という「めかけ腹」じゃないけど身分が変わったからってことなんですかね面白いですねちょっと読み方を少し検討しますねあまり細かく切りすぎるとわからなくなっちゃうので、えー、少し長めに取りましょう「国訳漢文総書」「美氏各曰く」 不死少使、因はそれ司法を治めたすことあらず。我が祖、う致し遂げて神,神に珍ぜり、我持って酒に鎮窟して、持ってその床を霜に乱し破る。因は正体として創設関係を好まざることなく、慶使も非道志し,しす。およそ古材あるもすなわち常に売ることなし、庶民まさに怒りて敵衆を愛なす。今、因それ臨走、臨僧戦。 水を渡りでそれ侵害亡きがごとし院のついに滅ぶることここに今に至ると半分体制「美子各曰く不死傷死因はそれ司法を乱世するあらず我がそう致し遂げて髪に貫らぬ我もって酒に鎮クしもってその徳を霜に乱拝す」ちょっとさっきのは長すぎるけどまあ読んでいこう。 えーとっと、一体ここで切ると、不死、少子。不死は大死のこと、すなわち騎士を指す。少子は故郷のこと、すなわち悲観を指す。次、陰とは、陰、を無動にして、陰、を中無動にして天がを治めることができぬの意味。陰はそれ、四法を乱世するあらず。次、我が祖は生徒を指す。いたし。 そこという字をいたしと呼んでいるいたしえと興行成就しての意味「紙につらぬ」は上代にあった「紙に述べぬ」 のべうーんと紙につらぬか紙につらぬ上代にあったの意味次我持って酒に鎮クし我、えー、は実は中央のことであるが美紫自ら自分の罪として直ちに宙を刺させないのである鎮クして老けること次 院は正代として創設関係を好まざるなく軽史非道死死すおよそ古罪あるすなわち常に得るということなし庶民並び起こり敵衆をあいなす今院はそれ臨層線大水を渡るにそれ心外なきがごとし院のついに滅ぶることここに今に至れりとはいえー、っと 正代として。陰の民、正代となくの意味。創設はつまらぬ草が穀物を損なうように盗み取って苦しめること。次。軽視非道志士す上下の漢人、いずれも秘宝のことを習ってやる。 古罪ある。古罪。いずれも罪、えー、罪のこと。次。すなわち常に売るということなし。各、各罪人はあってもこれを捉えるということをしない。上下の人が互いにこれを隠して火を遂げるのである。無法地裁か。 えっと次。庶民並び怒り。下々の人は、競い怒って、互いに相当のことをあえてする。あ争っている。えっ、ー、と、臨走線。今、院はそれ、臨走線。臨走 水に使かって善事没していく様もう沈みかかった船みたいな感じか「心外なきがごし心は私は外は水のほとり少々講義美詞各曰く不死少死因はそれ司法を乱生する あらず。あるがそていしとげて、かみにつらぬ。われもって、さけにしんくし、もってそのとくをしもにらんはいす。美しは不、ふしのきし、しょうしのひかにむかってつぎのごとくいった。 尚氏を中央不徳の結果我が院は今や天下を治め司法を正すことができるようになった昔祖先の東王は徳を治め地道を成就してこれを子孫に残された後世子孫はこれに則っって身を慎み天下を休んづべきであるにかかわらず中央に至って酒に溺れ色にふけり東王の徳をことごとく乱廃して天にもためにも見放されるようになった。 院は,正代として院は正代として創設寛旗を好まざるなく軽し,軽軽し非道志し士すおよそ古材あるすなわち常に得るということなし庶民並び起こり 精修、敵修を愛なす。天使からして前述のごとく不得であるから人民まで代償となく、説盗強盗をして、他人の生命財産を危うくし、危うくしないものがなく、さらに身分の高い形態不死すら互いに習って、不法を行い、悪人があっても、廃怠してっていうんですか収賄か、収賄して、これを、 面するるである従ってその罪人は高校前世に横行することになるので害を受けた人民も黙っておることができずして私にこれを急敵として狙い隠して互いに傷つけ殺し合うような騒ぎである非常に殺伐としてますね今陰それ臨層線大水を渡るにそれ侵害なきがごとし 陰のついにに、に滅ぶるるこ。こここと、今に至る陰の君臣上下万民の混乱不徳は浄述の如くであるから必ず滅亡するに創いない創いあるまい国運の前途に大難があってしかもこれを除きがたいことあたかも大河を図書をしなければならぬ際に 私はえー、と私船場と私船場も見つからぬと言ったありさまであるああ院の滅亡もついに今日に至ったか悲しむべきことである平凡者美子が亡命を決意する美子が申されました大使を少使を 陰王室はもはや司法の国々を統治してゆけないであろう。我が先祖が法を定めて情勢に連ねて置かれたのに我が愚か者は叫びたりに酔いしれてその徳をこの世で乱し破り陰王国は身分の尊い者も卑もしい者も,のもはばかりなく他人の者のをかすめ取ったり奪ったりしない者はないようになってしまった。大臣や所長官たちも法を踏み破っている。 すべての財貨を犯した者どもが必ず捕獲されるとは限っていないので庶民どもは方々で立ち上がり互いに仇敵となって争っている今や陰王国は水滅しようとしている大きな川を渡ろうにも渡し場がないようにもはや施すすべもない陰王国滅亡の運ははやこれまでとなってしまった。 ここまでえっとそれでは中の5番まで読んでいく「美詞が申されました」とは原文「美詞書く曰く」下の「太子が答えてうんぬん」も「不死ここに曰く」とある。 儀行殿は美史がそのことに従って言うと返しているが、聖春金文の通例によれば、王に代わっている専門職のものがあるときに、王、ここに曰く、王、く曰くというものと思われる。美史はともかくとして大使の代言者があるのは、ここでは不自然であるから、これは儀行儀功的に表現したものであろう。次、え大使を唱使を。 上元は大使は参考で騎士を言い少子は故郷で悲観を言うと返し,しており義公殿はこれによる四季は太子少子としかつ大使は死少子は京で二人とも学官であるとしているあそうだね大使少子うんここでは四季によったただし甲骨部によれば死という官名武漢 の感銘があったことは確かであるが大将の別があったか学官であったかは明らかではない集大には学官の大象者があった次法を定め原文はここ「義公殿はその功を遂げる遂げるをいたした」と返しているが「てそこ」という字は「て定まる」の仮字「すは「術」法則の「 次「慶子」えっ、ー、と「大臣」と訳しているところですね。考古文によれば慶氏すなわち慶氏は正代にあった官名である。ここまで少々気分。 美子、下豪邸、ああ、下豪邸いわく、不死小子。弱は、おつごの字に言って、従っていわくと読むとも、また格のごとくに言いたりと読むもよい。おつごの字に読むは、将校にその例はいくらもあるなり、不死は騎士。 少子は悲観なり、そのことに従って思考してこれを言うの中は悪い。悲観は中の白布なり、孟子にきっと証拠あり、中をもって兄のことなし、数もって君となし、思考して美子系王子悲観ありとあり、中とはいとこ同士なり、騎士は 中の親戚にて死かと知れぬ。梅雨、上限黄色はその説なり、中の兄というものは仏見、豊、土用なり、ご縁部の実地録や周囲存が敬儀公には騎士、悲観ではない、学人の大使、非、少子、京、者というた、これはもってのほかの悪説なり。 はいえー、二人は交渉学にはすこぶる至れる人なれども時によると格,格のごとき猛説をなすに至るなり風師の三人風師の三人、えー、すなわち論語美詞編にありの説に第一指しつかゆるなりまた国の大事を図るに盲目の学人に図るべきや代替に暗きことなり元大使 非正子教の話は論語の大使死は生に行くの情を読み,誤りたる読み誤りたるなりこれは炉の愛好の時その衰えの極みを見て学士の炉を去ったのを中の時とするものじゃ大使公がこれを信じて四季に書いたるを皆信じたるなり元がつまら,つまらぬ過疎の説なり それからそれゆえ、対価でも交渉額とて油断がならぬ、すべて、えー、随,随筆もの,の考えは大なる間違いあること少なからず、その書を注する者はさらばとてあまりに違いはなきものなり。次、因それ、司法を乱生することあらず、 陰の悪逆無道なるにより司法を治めただすこともできませぬと端ずるなり我が祖は致し遂げて神に鎮ぜり御代々のご先祖方は公徳を成し遂げて前世に鎮列してござるということ申しに当より武帝に至る献世の君六七作る と、ありて、「院には健訓方が多くありたるなりこの紙の字をそのご先祖方の神霊が天に在してあれども今滅びんとする院を救いたもうこともならぬ」と紙を天とするのもよい。次「我持って酒に進苦し持ってそのとこを乱敗す」。 えっとそのとこを霜に乱拝す「我」とは美姿のことを言うにあらず中央のことを言うなり今ここえー、っとこちらという味なりさて中和といえば酒を「真」とそれにはまり込み「苦」と「酒を飲む」よりいろいろの凶悪をなすをいう陸徳名が釈文に 酒を飲みて、今日をなす、を、くというとあり、学のごとくなるにより、先祖よりの高徳を、中にて乱れ破るということなり、下に、この下の字は、神につらぬの、神に対する下にて、宙を指すなり、司教には、 何時の僧を思うなかれここにその徳を納め「名納言言うて名に入す自ら他福を求む」とあり「論語に祭りとをなすに徳を持ってす」とあり「忠は先祖より行い来たり,来たりたる徳を今乱り破る」ということなり酒は徳を乱るの第一なりうん。 言うを説問に句は英、英ですか、言う。句は英なりと説く。英は修羅することを言うなり。下とは佳生、上とは情生なり。これは馬友が説なり。次。陰、正代、創設関係を好まざることなし。 神たる者、乱逆無道なるにより下たる者も、その風俗に化して悪いことばかりする。正代は昇家も大華も失らして悪いことをするを言う。創設は小結となり。寒気は追い落としなり、蛮行。しばらく寒気に王とあれば追い落としなり、寒気を左伝によりて内外を分かるに及ばぬことじゃ。 方向に人を撮影してここに宝を取るというに同じきなりさて語文は無理に書いたるものなり今なれば正代の字を陰の字の下に入れねば人が承知せぬなり論語にも君子就職の官も人に違わずというもこの例と同じく無理なり書や、 「その心3月仁にたがわず」と書いてある例に照らしてみればわかるなり「上三十一年不詳大なるなし」えー「不詳これより大なるなし」の書もこ,れこの例なり「申しには不詳大なるなし」と書いたり今書くのものはこれらの例に習わぬがよきなり次。 形詞、非道を死死し、およそ、古罪あって、えっ、ー、と、降格なし、この死死は悪いこと、公用母、百両死死は悪いこと、この意は、あの男は悪いことをするから、我もしてよいと悪風俗の真似をする公用母では、良いことを見習おうて良いことをするというなり、およそ、古罪ありてを、 返済編によく説いた「武政に天がおの衆たり演奏に集まるとある」「されども武政は義書なれどもこれは古の諸教にあるじゃ左伝将校7年に昔武王中の罪を集め」 えー、数えかな数字数字して数えて、えー、持って諸公に告げていわくと引いたまた木星に天が多彩音とおこれたっ飛びこれ超としこれ信じこれつこうとあり他にて罪を得たる者も因に来たりその宮中に隠れる時は捉えうることなきなりこれが良きなりその他趣旨は悪いことをする者も咎められることがないという説なりおよそ罪ある う院の中央が格毛から捉えうることなしというなり常を取るなし中をうる,、えー、を得るもの常を取るなしの中は削る,削るべし世ももとは返せざりしが将校の七年によく悟りたるなり次 庶民奉公して敵衆を愛なす神たるもの道がないゆえに庶民がガタガタ怒りて一種遺恨を差し挟めてあだ仇敵をなすいかんというと親を殺した罪人を神にて殺したまえば恨みもなきけれども宮中に行って罪を逃れるゆえこの方も親をば殺さずその子を殺すというようになるなり。 今陰それ隣として滅びん大水をわ渡るごとくそれ侵害なしこれは紙の無道をくくりて今陰は角のごとく乱れ乱れて無道にてあればとても救うことはなくその隣と沈みそうと滅ぶるならん例えば大水を渡るにどこが真の私はやらどこが士じゃら士じゃやら これとといい、う限りり。もななサタンするなり次。「陰はついに滅びんここに今に至れり格のごとくなればとても救うことはなく因はついにそうと滅びんそれも5年3年と延ぶることではあるまいここにその滅ぶるが今に迫りたということなり」。 いわく、不死生死我れそれ今日を起こし出し、我が家のもううに逃る。今何時世に天聖を指さしつぐることなくんば、これをいかにせんと。いわく、 少子我それ発して今日をいだし我が家の棒はこうに逃る今何時四国する泣くんば我転生線これをいかんせんと注釈我 えー、中央を転教して暴虐無道をなすこと。我じゃなく、我,はし我それ発して今日をい出しの部分ですね。この今日の自式に王に作る。王の方を良きがごとし。次。我が家の棒は公にのが逃る。 老生の人は皆逃れて荒野にいる。次。今何時四国するなくんばわれ天聖戦。忠告してこの乱を救うことをしなければついに倒れ落ちんの意。天は倒れること。生は押し落とすことであるが今は 陥る勘と同じここまでの訳「美氏。美氏は名は「定一」の長子にして中央の処刑であるが中央の陰虐が山まぬので美氏はしばしばいさめたけれども聞かれず陰のまさに滅びんとすることを痛み不死の騎士と少子の悲観とに向かっていった不死少子を 我が中央は不徳にして今や我が院は天がを治め司法を正すべき力を失ってしまったのであります我が祖・東王は情勢において大徳を明らかにして地道を成就して子孫に残されましたしかるに後世の子孫たる中央は酒に溺れようて乱行なし党の立てられた徳を乱し破り 天にににもも民見放されるに至りました。中央が不徳であるから我が陰国は人民に至るまで大となくしようとなく皆窃盗強盗をなして他人の生命財産を危うくし身分高き軽大夫死のごとき者まで不法の悪事を互いに習い,こい,習い行い有罪なる悪人であっても必ずこれを捕獲するとは限らず時としては ごくりが賄賂を収めてこれを放免することも少なからずそこで人民は並び起こって互いに相敵互いに愛敵対し相殺傷しているのであります。陰の君臣上下の状態は格のごとくであるから必ず滅亡するに相違ないのであります。例えば大なる川を図書をするに私は渡し、えー、船場もないようなもので。 国運を維持してゆくことはできないのであります。陰の滅亡してしまうことはここに今日に至ったのであります。悲しむべきことであります。と美史また言葉を改めて言った「不死少使を今我が王は天教を発出し発出し容赦、者天道師暴虐無道なし我が家への老聖の人は 皆荒野に逃れ去ってしまい今ここに国事を図るべきものは汝不死と少子とのみであります。汝らがもし明らかに我に維持・救済するの策を仕刻せざる時は我は転覆・聖追するでありましょう。いかがしたらばよいでありましょうか。と。彰子講義。 曰く不思傷死我れそれ立ちていでこれは何とよえっと我立ちていでゆかんああそうかこの今日じゃなくて王の方がいいということですねうん我れそれ立ちていでゆかん曰く不思傷死我れそれ立ちていでゆかん 我が家の老、老じゃないもう硬に逃る今ここに四国する泣くんば今何時四国する泣くんば我天聖戦天聖戦 これをいかんと。注釈、えー。じゃなく、注釈は飛ばして。この、それが序字というか、まあ、お記事なのか。美子言葉を改め、不死、少子を読んで言う。成術の国情であるから、自分は立って国を去り、遠方に行って家の祭りを損したいと思う。その是非を図ろうと思うのだが、 大衆の老人たちは三夜に逃れしまって共に語ることもできぬ今や頼むところは何時ら二人より他ないその何時らが我に前述の処置を示してくれなければ自分は悲儀の淵に陥ってしまうかもしれないこの際自身はいかに振る舞ったらよいであろうか複雑なき意見を聞きたいものである の訳文言葉を継いで言った「騎士を悲観よこの事態を思い巡らせば私は病気にかかり気も狂いそうだ」「家にとどまれば心が乱れるから荒野に逃れたいと思う」「もうお前たちは私に院の国家は没落しかかっております」「どうしたらよいでしょうか」などと事態をはっきり告げ知らせて私を引き止めてくれるな」 赤塚役美紫は言葉を続けて申されました「太子を少子を私はこれから出発して遠くへ行こう」「我が王家は滅びて乱れて滅びてしまうのだ今そなたたちは指さしを教えてくれることはないのか」 私は身も心も動転してしまった。この滅亡をどうしたらよいのか注釈え大臣じゃなくここですね。ここ私はこれから出立して見聞はここ死期には。 ちょっと違う文章になっていて「義公殿は私は陰の滅びることを思うと病にかかり気が狂いそうだ家においても家におっても思い乱れるだから逃れて荒野に行きたい」と返しているが原文に即していないここでは「今日は王の往復、えー、の王の仮字」「もうは某乱れるむくいぬの某ですか の乱れるの仮字。孫は孫、へりくだるの孫は孫徳の孫の仮字。うはここにの意味。こう荒れるは某、滅びるの某の仮字と返した。なお四季の方を保つはおそらくは某暗い、冒険の某という字の仮字であろう。次。私は身も心も同点。役は えーっとんちょっと即してないですかね、まあ、ここの部分の訳分よあいいのかここですねえ技巧電話が えー、陰,陰の国が陰法が天陰聖墜すると返している多くの学者はほぼ義公伝により下の我すなわち天聖す。 ともに陰の王国が倒れ落ちる。に返している。だが、世と我えーとこれと。これうんが？用字を事にしているものが同じく、陰王国を指すはずもなく、また生と対とは通用しない。姓は高温禁地の地。つまずくという字足編に質の仮字である。 天室は鉄の創生であって要するに全部「t」っていう音ってことですかね。天、えー、地、地ですね。天地。だから両 t の音。天地の創生の還元であってひっくり返る、引いては気が動転するという意味であって、天頭と同様である。同義である。両春柱常用語編に両春柱読まないと。 臨死の前には転倒・恐怖してなすところを知らないとあるのを参照。曰く不死少死、我それ発していでて強戦。我が家に老死、公に逃れん。各いわく。 この曰くは、美子の言曰くなり、格のごとくなるにより、我それ、発出、今日、中は悪い、今日は気違いではない、王の誤りなり、四季には王に作る、上限が中に曰く、発は気、起こるなり、中、下配、格のごとし、我それ、気作いでゆかんと、 あり我れそれ発していでゆかんというはこれがこれは美子がさるところなりさて我が家の老とも盲と年寄り年寄りたる者は逃れ去りて荒野に逃る某は老毛とて老いぼれたるというにはあらず八十九十うというとありて古い良い老政の人なり こうはこうやなり、中の今日と見たは悪い。次、今何時、我に仕刻することなし、転生せばこれをいかんせんにゃ。今貴様たちされともまたとどまれとも差し示して、告げを教えてくれぬ、天と覆り、生と吊るは滅ぶるなり。これをいかん。 とは、これをいかんしてカーナランニャと相談したもなり、それはサイ・イヤと同じく女児なり、サデン・セ四年に弱号詞の木、その、何でしたっけ、これは、えっと、 水、なんていうのかなこれを五字とした死の定量に死死去によるいかんぞやによる未だだを何ならずかなまた英風の緑意に生それもって吹く皆五字なり虚の字も元木になると才となるとあり 宗始の生物論にも死去白衆の日や月やと都合皆同じ例なり美詞の意はとても救う,うことところではない好みをいかんせんと身の置き所を問うなり次ここまでかな。 お久しぶりですお久しぶりです。うわ、本当にお久しぶりです。お元気ですか不死、核曰く、王子、天熱く災を下し、陰の国を凍す、並び起こりて酒にチンクす、すなわち恐るべきを恐るるなく、その校長を旧優位の人にもとる、今陰の民、すなわち審議の犠牲 真偽の偽先性を常設し持って持って入れ率いてくらいども災いなしとす因の民を交換するに用いて治める者を修練し敵衆を招きて怠らず罪いつに合し多くやするもつぐるなし小今それ災いあり 我は立ちてその灰を受けん、将それ臨奏すとも、我は親睦たるなけん、王子に出ゆかんことを継ぐ、我も元家り。死を告ずと、王子出ずんば我すなわち天聖戦、自ら休んじて人々自ら洗脳に健全のみ、我は高頓を顧みずと、注釈。 ね、えっ、ー、と騎士の答えを除したものである「王子」は美氏のこと「毒」という字は熱く並び起こりて上下いずれもの意味中の葡道は酒として酒に基づくので強く飲酒にふけることを言う酒に飲んでも飲まれるな酒を飲んでも飲まれるな、えー、次恐るべきは孔子の 君子に三位ありのごときもの、天命、大臣、聖人の言を言う。次。校長、老生の人、旧優位は、もと位にいて、宙に追われたもの。 次儀色の純なる牛を言う線体の完全なものを言う生牛羊詞を言う次常設するさらって盗むえー、と入れ これは隠すこと率いてくらえども愛率いて右のごとく悪事をなせどもろうなしとしておること次交換するに 国を治めるのに風を重くすること。ん違うね。ここの交換が、えー、見下ろすこと。すなわち下に。えー、といど、望むこと。次が。隠す。 と言っていたのは入れるこれが隠す。引いて食らうがはい引いて右のごとく悪事をなすでも災いなしとしておること。次。用いて治る。 えーと国を治めるために風を重くする次に敵衆を招いて怠らず。 風を重くするから人民は紙によるものを急的のごとくする。それでも平気で重税を取る。<laughs> いや嫌ですね。次。罪いつに合し、君診その罪が一つである。次。多く癒するもつぐるなし。重税のために民に 画表があって紙に訴えつぐるところがないねえお、ええ、これは「多く安るもつぐるなし」こっちか「多く安るもつぐるなし」うん嫌だなそして、ええ「罪いつに合し、ここが「君臣その罪」が一つである次 生今それ災いあり。いや、いいのか。生今それ災いあり。生は今滅びんとしているが、自分はその滅亡を甘んじて受け,受ける。たとえこの生が滅びてもその他の国に使えようとはしない。ただ、美詞には入れて他に行かれよ、の意味。うん 次死を告す騎士は定逸の時に美氏の長にして剣なるを持ってその慶死となさんことを勧めたが用いられずついに中央が位についたされば中央は必ず美氏を害するに至らんと 言ったことがあるのに国は外と同じ。次。我は、えー、元い。王子出ずんば我すなわち天聖戦。美子が出て他に行かなければ我らともも滅亡しなくてはならぬ。次。自ら休んじて。各々 自己の休んずるところをもって国に尽くし洗脳にほずればよいの意味我はコートンを顧みず他国へ逃れ去ることコート 武士、騎士が美士に答えて言った。王子、えー、これが美氏。王子美氏を「焦点は中央の無道を憎み多くの採下を院に下し我が院の国を荒廃するようにしていられるのであります」その結果として君臣上下愛ともに酒に陳列して要貞 乱行を成しているのでありますしかるに中央は少しも恐るべきものを恐れることなく労政者旧にして官職におる人の意見に互いもとって還元などを少しも入れられないのであります。今我が院の人民は祭祀の時に転身時期にそのうべき色の順にして体の完全なる牛腰死などの犠牲をさらい盗みそして 悪事をした者を互いに隠し合い,合い、愛、率いて盗みたる者を食いながら、神罰を被ることはないと思っています。神をさえ愚弄しているのであります。今、我が人民の状態を見るに、人民を治める任に当たりたる管理は、 敵よりものを取るように人民に重税を課し、人民より旧敵のごとく思われておりながら、少しも反省することなく怠らず修練に努めております。君心上下、罪を同じくして人民を苦しめているのであります。人民は高血を絞り取られて生活に苦しみ、痩せをとろえておりますけれども、告げ訴うべきところもなく、ただ通句に悩んでいるのであります。我が国は天罰をこむって最下しきりに至り、 国の水謀すること遠からぬのでありますが我は喪失大臣でありますから急然として身をもって国家徘徊の何に当たる覚悟でありますたとえ我が国が不幸にして滅亡するとも我は生を全うして他国の親他家の僕と他家の下辺となろうとは思いませぬ しかし王子は我と異なり僧病の最初を絶やさぬようになさらねばなりませぬ身分でありますから是非とも難を逃れて去って他国へ行き身をまとうして院の最初は永久に断絶せぬようになさるがよろしゅうございます。我は強いてこのことをお勧め申し上げるのであります。我は以前に中央が必ず王子を国外せられるであろうから国を去って難をお避けなされよ。 と申したたことがが、ありましたが王子はついに承諾ななさらなかったのであります。しかし今日に至ってもなおこの国を去ることを決行されぬ時は我らは愛ともに転覆滅亡して我が院の祭祀を断絶してしまうでありましょう。王子の取るべき道と我の取るべき道とは異なっていますけれども自ら休んじておのおの己の志すところをなしおのおの 己の一心をもって国に尽くし、洗脳に報いるべきであります。王子は速やかに国を去ってしまいなさるがよろしいが、我は死をもって国に報いたいと思っておりますので、他国へ去って身の安全を図ろうとは思わぬのであります。と、それで、えー、国約式の成果っていうのは、総成果ですかね、144ページ以下、参照。 彼ととこれと移動少なからずちょっと探してみますかねえっ、ー、と「牧野38四季牧野38宋美史聖歌第8」「美子会は陰の定位置の種子にして忠の処刑なり忠でに立って不明聖に隠乱す美史しばしば勇れども忠聞かず」 ソいが宗の征白、庄の徳を治めて、危機国を滅せしをもって、災いの至るを恐れてもって宗につぐるに及び、宗いわく、我生まれて命の天にあるものあらずや、これ何ぞよくなさんと、ここにおいて美詞は宗の遂に勇むべからざるを図り、これに死し、 およびさらんと欲していまだ自ら決するあたわずすなわち大使彰子にとっていわく陰は生を治めることあらず司法を治めずしてわれ僧を遂げて紙に述べたり中は酒に沈黙し婦人これ用い唐の徳を下に乱拝す陰すでに正代とも創設関係を好み慶子は死死して度にあらず。 みな在庫あるもすなわち、いかくするなし、庶民すなわち並び起こりて、敵衆をあいなす、今因はそれ、転送せん。みを渡るに、心外なきがごとし、因はついに滅びん、ここに、今に至れりと、いわく大い少子を、我はそれ発していでゆかん。我が家は、そうに保たん、今、汝はことさらに、つぐるなし、要はて 遠征せんこれをいかんせんやと大使従いて曰く王子を天は厚く災いを下して陰国を滅ぼさんとすすなわち恐れ恐るるなく老長を用いず今隠民はすなわち真偽の死に老院す今誠に国を治むるを得ば国治まり民進とも裏道 死をなすもついに地をえずんば猿にしかじとついににぐ。騎士は忠の親戚なり忠が初めて象徴を作るや騎士単じていわく彼象徴を作る必ず玉杯を作らん杯を作らはすなわち必ず遠方賃海のものを思うてこれを求めん要は救出の善なこれより始まらん古うべからずっと 陰逸をなす騎士勇む聞かず人あるいは曰くもって猿べしと騎士曰く人心となりて勇めて聞かれずして猿はこれ君の悪を表して自ら民に解くなり我なすに忍びずとすなち初を耕り要求して土となりついに隠れて金残し持って自ら悲しむゆえにこれを伝えて騎士そうという。 悲観はまた忠の親戚なり騎士の間聞かれずして土となりしをもってすなわち曰く君過ちあり死をもって争わずんばすなわち白星何の罪やらんとすなわち直言して忠を勇む忠怒って曰く我聞く聖人の胸には七卿ありとまことにこれあるかとすなわちついに応じ悲観を殺し裂いてその胸を見る。 美子は苦不死骨肉あり思考して真摯は義を持って属すゆえに父に過ちあればこう見たびさむ聞かれざればすなわち従うてこれに叫ぶ人心たびさめて聞かれざればすなわちその義持って去るべしとここにおいて大師尚主はすなわち美子に進めて晒らしむついに去る衆の武王中を討ちて陰に勝つ美子すなわちその再起を辞し軍門に至り 肉綿膜し左に用を引き右に棒を取り執行して進み持って継ぐここにおいて武王すなわち美氏、美氏を許しそのくらいを服すること元のごとし武王中の子武功六法法人に持って院の祭りを継がしめ官祝再祝をしてこれに不祥をたらしむ。 武王い曰くああこれ天。いそかに仮眠を定めてその境を愛和らぐ。我その上輪のついんずるところを知らずと。騎士答えて曰く昔は今洪水を防ぎその五行を登るを満たす。で、すなわち進度し。後半求闘を従えず。 上林の破るるところなりこんなすなわち極止しうすなわち次起こる天すなわちうに後半急騰を賜り上林のついんずるところなり初一に曰く五行二に曰く五時三に曰く8世四に曰く五期五に曰く公局六に曰く三徳七に曰く敬義、八に曰く所長九に曰く進むるに五福を持ってし脅すに 六極を持ってす。5行は1に曰く水2に曰く火3に曰く木4に曰く金5に曰く土水を純化と言いい火を炎上と言いい木を極直と言う木を極直と言いい金を重格と言いい土を貨食と言う純化は漢をなし炎上は苦をなし極直は酸をなし重格は真をなし貨食は漢をなす。 えーとこの辺りはまた別の話宗教の別のやつになるからまあこの辺にしときましょうかうんそうしましょう「教書講義」 不死各曰く、王子天。熱く、災いを下し、この国を行す。並び起こりて、酒に、シンクス。美子の勘に、美史の問いに対し、不死の職にある騎士は次のごとく答えた。王子を、天使中央は、 無道暴虐の振る舞いをなされるので天帝もこれを憎み主樹の災害を下して我が院の荒廃するようにしておられるのであるその結果君心上下愛もに酒に溺れて水乱の振る舞いをなすのであります。すなわち恐るべきを恐るるなくその校長旧友医の人にもとる。 中央の無道を天も憎み、最下を下してこれを罰しているわけであるが王は少しもこれを恐れもせず、ますます悪逆をたくましゅうしておられる、各転移を恐れぬのみならず国の老臣たちの意見にも反対して還元など業も入れられない。今、院の民すなわち真偽、犠牲性を。 常設し持って持って入れえー、っと引いてくらいども災いと災いとするなしえー、っと今地味を見るにあこうま 誠にははだしいものがあるすなわち彼らの中には「祭祀の時天地の神義に備える見事な牛羊死を盗みしかも互いに競ってその非行を隠し合いついにこれをろうとも刑罰なんかあらん」などと言っている甲眼無知すべからざる者が甲眼無知どすべからざるものがある。 陰の民を交換するに用いて治る者修練し敵衆を招いて怠らず罪いつに合し、多くえっ、ー、と量するやするも多くやするもつぐるなし 今我が院の人民を見るに下を治むる管理たちはしきりに重税を犯して民の恨みを買いながら反省することもなく一位修練に努めて怠らぬ彼らはその重税によって分外の謝視贅沢をしているしかもこれは一二の檻のなすところではなく上下君臣一体となってこの罪悪を行って いるる。のであ故に民はその凍結を絞,絞られて生活に苦しみ痩せ衰えているけれどもどこと言って訴えるところもなくただ苦痛に悩んでいるだけであるまことに憐れむべき境遇と申されねばなりませぬ「生今それ災いあり我うん 我立ちてその灰を受けん。将それ臨奏すとも我、親睦たるなけん。王子にいでゆかんとを継ぐ。今や我が将は天罰をこうむりて最下しきりに至り、上下徳を失って国の水墨近くにある状態に陥っている。私は、 の恩を受けた身であるから奮前国難に当たり死をもってこれに尽くしたいと思うたとえ我が将が滅亡するにしてもその時は神明を国に捧ぐべき時であって妄頭生を全うして他国の親睦たる念はござらぬしかし王子は是非難を免れて他に行き身を全うして陰の祭りを永久に立たぬようになさるがよろしゅうございまするこれは強いてもお,おすすめ申し上げる 我もという、孔国すと、王子、いでずんば、我すなわち、天聖戦。自ら休んじて人々、自らを洗脳に健全のみ。我は、こうトンを帰り見ず。騎士、なお続けて美士に言う。私は以前中央が必ず王子を邪魔にし、 何あらばでしょうえっ、ー、と、害を、好き、好きあらばとかわかんない。何あらば。一時不明。害を、加えるに相違ない。故に、なお国外にお酒なされ、と申したが王子はついにこれを、ご承諾にならなかった。しかし今日に至って、なおもお去りにならなければ、 我らは愛ともに転覆滅亡の避難えー、っと転覆滅亡の何だろう何とかに会うでありましょう今度こそは遊女がなりませぬ一刻も早く難を避けて難を国外にお酒になるがよい人にはそれぞれ行くべき道がありますこれが常に一致するとは限りませぬ あるいはとどまって国に準ずべくあるいはさて家を損すべきであります要は各自休んじてその行くべき道に行きもって神明を先王に捧げるのでありますゆえに王子は速やかに絶えお酒になるがよろしい私は 一報告を期しておりますので他国に逃れようとは思っておりませぬ願わくは王子は身を他国に全うし初めて院の祭りだけでも損するようにありたいと考えますえっ、ー、とせめてかせめて院の祭りだけでも損するようにありたいと考えまするこの後美史は難を逃れたが西欧の時に立って僧にほぜられ院の祭りを継ぐことを得たそのことは 市議の飲酒本義並びに創生下に出ている。ここで上官が終わっている。少書で終わっている。そうか、あれか。あの、まだ大勢られたところまでいかないから、聖王の時ですね。えー、っと。 こここのところちょっともう一度ここを見直すと。 ここにおいて武王すなわち騎士を朝鮮に報じて信とせずその後騎士周に長士元の院の京を過ぎ救出帰還して箇所を生じたるを感じ騎士これを悼む国選投するにすなわち不可なりなかん投するにその夫人に近きがためにすなわち幕州の詩を,を作りてもってこれを返すその詩に曰く麦秀出て全然たり箇所悠々たり かの行動を我とよからずと、いわゆる行動とは中なり、陰の民これを聞いて皆ために難打を流せり、武王を奉じて聖王をおさなし、宗公丹代わりて聖を行い国にあたる、関西これを疑い、すなわち武功と乱をなして、聖王宗公を素わんと欲す、宗公すでに聖王の命を受けて武功を中し、官宿を殺し、彩宿を放つ、すなわち美子会に、 明治、この人です甲、ね、貝,貝と慶は同じなのですなわち美子界に命じ陰の後に代わりてその戦士をほうしむ美史の名を作り持ってこれを述べうに苦にす美史元よりよく人権なりすなわち武功に変わる故に陰の余民ははなはだこれを耐愛あいす美史界出資その帝縁を立つこれを美中となす美中 出子総高慶達総高慶出仕子帝高新達帝高新出仕子貧高京達貧高京出仕弟陽光喜達陽光倉井につぐや貧高の甲府市は陽光市として自立すいわく我はまさに立つべしとこれを霊高となす霊高出仕高貴候京達貴候の17年衆の霊王は 定義出奔す。二十八年義行出資行慶行官立つ。慶行の四年、週の先王くらいに着く。三十年慶行出資行愛行立つ愛行、元年に出資行、太行立つ。で、まあ、一行続いていきますけど、まあ、こんなところにしときましょう。それでは、勝つか役中。 王子よ「天が厳しく災難を下して陰王国を滅ぼそうとしていますのに我が君は天を恐れ慎むこともなく長老たちの教えに逆らっています」「今は陰王家の人々は神々に捧げる生贄を盗み取り気ままに飲食していて再現がありません」「また陰王国の庶民どもを見れば袖を取り立てる際には互いに 吸収をすべて,て,ての財家は財家は一つところ陰王室に合わさってその病兵の多さは言い表しようもありません。将、えー、すなわち陰には今や災難が降り注ごうとしています。だが私どもは立ち上がってその敗亡を引き受けましょう。将は滅亡しようとしています。だが私どもは他国の奴隷にはなりますまい。 王子にには国外に出られるよう申し上げます。私どもは先には騎士様には王子を国外に去りなさるなと申しました。私どもの気が動転していたからです。美子はこれを聞いて「命名に気の済むようにせよ」「人々はそれぞれの信ずるところによって戦王につくようにせよ」「私は後を振り返らずに国外に去って世を逃れよう」と申されました。 注釈えーとここ点 滅ぼそうとしていますのにここの話だと思うんですけどこの下にいらない部分が入っているえっとここ方向方向して先にチンクするえっと方向で天然に 天礼に酒に酔いしれての6字があるが誤って加わったものである。式にはない。次、長老たち。その老生、老、その校,校長かな。原文にはこの下に、旧友偉人の指示があるが式にはない。この指示は誤って加わったものである。次、気ままに飲食して。原文はここかな。 用、うん、を義行伝は愛入れる意に返しているが、用よすなわち気ままな様と同じと解する。また、際、災いの際は、えっ、ー、と、裁判の際、自分から抑圧するの意の仮字と解する。次、私どもは、先に、うんぬん。 うかえー、と「騎士様には王子を国外に去りなされた」と申しましたこの部分。 金文、詔書の系統の文によったと思われる。論考、本性編には、論考をもう一回読もうかな。えっ、ー、と、美史曰く、我元外史に言う王子、いでるな、いずるな、とある。美史曰くの三字はこれよりも後に移すべきものである。国と外、 は、高音禁止していたので、木の仮字である。次、私どもの木が動転して、原文はここ。技行殿は、常文の王子、いでず、いで、伊でず、ここ。に続けて、王子がもしも出て難を逃れなければ、 我が陰家の葬病は陰鎮して主が亡くなるであろう。と、つまり、交渉を立たないように亡命せよ。と、進めるものと返している。この解釈に従う説が多い。だが、王子に出ずは、騎士に告げた言葉であり、騎士に言ったと。この、ふつ、ひつ、ふつ。金文詔書では、ふと書いているように、禁止の意を示す。 天性は、中七で解説したように、動転して正確な判断ができないことである。正確な判断ができないと言っても、それは時によることであって、この辺が言いたいことは、騎士の場合にはそれが最善だと思ったが、今から考えれば、誤っていたというのであって、要は、美士の水望がやむを得ないことを示そうとするのである。そこで次には、命々気の済むようにせよとなるのである。もし、 番称下辺に孔子が牢を去った時に父として自分は去るのだと言っていたこれが父母の国を去る道であるとあるがこれと同様にやむを得ず去ることになるのを示すものである。次、 えーとここの鍵括弧がこう1個になってるので「美詞曰く」の文字はない従って「義巧伝」には編末までを大使の言葉と返しているがこの三字を補って返すのでえっ、ー、と 命名気の済むようにせよ。ここですね。これが美詞の言葉。美詞曰く、命名気の済むようにせよ。ここは、司教大河、庄敏、偏、盲伝に、情を、性を測るの意味とし、方言に、用紙の方言ですかね、に、思うの意と返している。 そこで「んえー、とそこで義功殿」に「各自測ってその死を行う志を行う」と返しているのによる「命名とは直接的には国内に準じようとする」「大使少詞を指しているが引いては騎士・悲観も含んでよう」「論語美辞編」には「美士は去り騎士はっ子となり土となりか騎 <laughs> 士は土となり悲観は殺されたが 孔子は陰には三人があったと評していたとある思考は三人三様であるが、えー、人道上から見ればどれも最善であるというのである四季創生下には三人の心を思いやっての筆致であろう義子は諌めても聞かれないからといって国を去るのでは国の君の悪を表して民の関心を買うことになると言ってうーんとそれは。 この,この辺りですかねこの見えないところもね見えないやっぱりこうちょっとした目に見えたちょっとしたことから未来をこう的確に予言しているところがすごいなと。 やっっぱ見えるる人には分かかていうか、まあ、置いといて、えーと「悲観は君に過ちがあるのに死をかけて争わなければ」えーっと「騎士は諌めても聞かれないならば聞かれないからといって国を去るのでは君の悪を表して民の関心を買うことになる」。 とと言って、なり、悲観は「君に過ちがあるのに死をかけて争わなければ民をかばうことができぬ」と言ってついに殺されまた美氏は「えー、と人心は参観しても聞かれないなら去るべきである」と考えて去ったという四季の叙述通りかどうかともかくもここには亡国の運に再会した時の人間の取るべき行為の三点形がある。しかしかて、その根本は、 各自が最善とする道を歩むより他にない。この辺の時世ここですね。時生ということもそれである。以上。武士、各曰く、王子、転読して、災いを下して、えっ、ー、と、隠法をこうせり、方向して、 酒にシンクスここに悲観をあげざるは騎士と同意たるによるなりさて天より毒して格のごとくに災いを下して陰の国をこうと荒れ果てさせるように危金を下すなり毒は害なり天より害してと読んだ方がいいのかな害は危機になりこの毒の字を奏の成果では特に作る。 熱く作るさああれば天より厚く災いを下すというと穏やかで良いありましたああここですねはいえっ、ー、と「読解く通ずるなり」 今の天竺を神毒という、あそうだね。また、監督という。後世はインドというなり。これは美詞が話すと騎士も受けて話すから同じことがあるなり。上神で、我が我持って酒に死んできす。シンクス。ここか。というから、下もそれにつれて皆飲むなり。 その余風があるゆえに後に主語を書いて戒めたるものなり紙は宙を言いこれは庶民の酒を飲むことを言うなり先ほどはあの混じってしまった何かいらない分だということだったけどはい、えー、次すなわち 恐るべきを恐れることなくその校長旧優位の人をもとる注釈その恐るべきことを恐れることなし孝行に揚々しし、と都,都合例にていいと起きたるなり神天命を恐れしも大いの恐るべきことを恐れぬ論語には君子に三位あり天命を恐れ 対人を恐れ、聖人の言を恐ると恐るべきものあり、校長は老聖人だり老人長者をさすなり、旧友人とは古くくらいにあるものをは、あれは昔風じゃ、統制風を知らぬなどとその言をは一向取り用ちいぬ、そこで用いられぬゆえ先に言う。我が家えっ、ー、と。 蝶、家かな我が、かも、こうに逃るとあり、仏は一向良いことを言い聞かせても持ち犬がもとるなり、中はもとくらいある人と見たゆえ、知子の剣と言うなり、されどもそれは悪い、旧をもともと、また久しく勤むるをも言うなり。次。 今、陰の民、すなわち、仁義の偽善、西洋を常設し、持って幼少して食うもの災いなし、注釈。これは先の創設関係より来たるなり、今、陰の民は、いけにえにするものをも盗むなり、木星に今、小王樹。これ、不言。これ、持ち。その、 子を懇棄、えー、し,根気し当せずとあり、しからばただ祭りにそのうべき犠牲生は陳しても賃ぬなり、そこでこれを盗み食いても積みせられることはない、積みせられることないはいかんというと、神役人も随分盗み もよいと、用と許して、我も食らうとて、共に消食と引いて食らう、共に食らうようなるゆえに、災いなきなり、災いは天の災いにて、神罰なり、これも滅ぶる前じゃから、先祖の心霊も罰をも当てたまわぬなり、さでに、国無道なれば年年国家熟す、五年 うん、これは何と読んだらいいかな。五年にあらざるなり、あらざるのみ。亡国の先には基金もあり、法念もあるとみよるなり、情という情はあちらから来るをとるなり、論語に羊を情と言い来る。 来る取る羊を盗むですね、女王と言い申しに鶏を盗むという見込みて取るではなくて来るのを盗むなり。うーん。線は傷のないもの中の期日いわく用というというは変とおきにモるは諸食投了を言うなり。次。陰の民に 交換するに持って収むるに修練なり敵衆を招くこと怠らず官は三官の官と同じく院の民を下し鑑みるに民よりひどい取り立てをする修練とはあだかたきを取り扱うごとく取り立てるをいう猿により修練というなり国語に非正という。 か、合戦と有事ある、悪い祭りごとを、国の実,実らぬ椎名にた例え、震源するを、三じゃなくて真か、か、真、震源するを、木暗い、虫の木をグラウごとくに人を真する。 物事に書いて慶容の面白き字なりさて格のごとくにひどくあだかたきのごとくに修練するゆえその役人をしもたるもた敵のごとくあだかたきのごとくに思うそれをすでに身に招くに少しは気もつきそうなものじゃによいと心得てそのことを務め励みて務めるこれは役人と博製とまさに起こることを言うなり次 罪、いつに合し、合し、えー、咳すること多かれどもぐることなしこれは君臣ともに罪 罪いつにっするなりさて下たる者は近々に襲われることなくその神、修練におって痩せることはあれどもこれを宙に告げてこれを救えばよいというものもない中、えー、の隠民の民の字王中の二字削り去るべし次 将今それ、災いあらん。我、怒ってその灰を受けん。我、立ってかな。格のごときの勢いになれば将は今にそれ、災いあらん。あらば我もその破れを受けぬことはない。きっと受ける。将はそれ、臨層戦、我、親睦たることあらん。親睦たることなからん。王子に継ぐ。 ズルは道なり美子お前の仰せられる通り将はこれ臨層戦後の眼前じゃその時他の国のやつ,とやつとはなることはできぬということをなることなからんというなりそこで騎士は州の世となりても中国の諸侯とならずはるかに遠き朝鮮に行きたるなりまた美子は家を建つるつもりじゃから 中国に降りて諸侯になりたりそこで騎士が美人つぐるには王子は随分先祖の祭りを耐えぬように「いでて去るは道じゃ」次「我元言いて死を告す王子いでつんば我すなわち天聖戦」 我もとこの死の剣を知るから定一に申して立てんとしたを不心へにて中が立ったそれゆえ中が終始死を国と害する心がある国に降りてはおためにならぬ他国へ走るがよい出て入れて先祖の血脈をた立たざるがよい今に,我も今に我が院もすなわち天と覆り生と落ち滅ぶるなり次 自生して人自ら繊王に健全生を測ると読む随分、えー、これにて通ずるなれども通ぜぬところがある生は休んずるまた静かなる義なり梅雨は潔白なりとするそれもきっと座らず人々物が心に休んずるところあり去るというも偽りに適応するもまた 勇めて死するもこれが良いと物がせんとするところに休んずるなりさてこれは人々その休んずるところをなしてそれをこれを当時の中央へ尽くすにはあらずご先祖方へその志を剣ずるなりというなり中は不明者から何をしてもその意を知らずにおるそれに頓着することはないというなり次我雪のがるるを顧みず 我れは中が無道を見限り他人のごとくえっとに逃るをも顧みず他に行き逃るることを願うことなく踏みとどまりて我が所存の通りを行うこと行うなりということなり中の出所目後むなんか落ちた。 出所目後の指示は、刑事に出て、入れて、使うるも去るも各自によろしきに従うことを言うなり。ん、なんか、切断、昨日からこの時間、なんかブチブチ切れてますね。次。我、雪のがるるを顧みず。我は中が無道を見限り他人のごとく、 孔に逃るをも帰り見ず、他に行き逃るることを願うことなく踏みとどまりて我が所存の通りを行うなりということなり、中の出所目後の指示は、刑事に出て、出て使うるも去るも各自に、えー、よろしきに従うことを言うなり、 うん、では「美子大尉この辺は院中暴虐をなしてその滅亡を招いた」について美史が騎士・悲観に相談して何とか処置しようとしたことを除したもので美史と騎士との問答から成,って成り立っているはじめに美史は国の敗滅を恐れてその処置を図ることを述べ 騎士はこれに対して騎士をして他に浮き、もって因子をつがしめ、己自身は身をもって準ずることを述べている。美士、美士格いわく、不死傷死、因はそれ司法を乱世するあらず、我が祖致し遂げて神につらぬ、我もって酒に鎮窟し、もってその徳を霜に乱敗す。 院は正代として創設関係を好まざるなく、経史、経史非道死死す、およそ古罪あるすなち常に売るということなし、庶民並び起こり敵襲を愛なす、今院はそれ臨層線、大水を渡るにそれ、侵害なきがごとし、陰のついに滅ぶること、ここに今に至れりと、いわく、 不死将士我それ発して日を出し我が家の棒はこうに逃る今何時四国する泣くんば我天聖戦これをいかん戦と武士各曰く王子天厚く歳を下し陰の国を行す並び起こりて酒にシンクすなわち恐るべきを恐るるなくその校長級優位の人にもとる今陰の民 すなわち真偽の偽善性を常設し今陰の民すなわち真偽の偽善性を常設し持って持って入れ率いてくらいども災いなしとす陰の民を交換するに用いて治る者修練し敵衆を招きて怠らず罪つに餓死を多くやするもつぐるなし。 生今それ災いあり、我は立ちてその灰を受けん。それ臨奏すとも、我は親睦たるなけん。王子にいでゆかんことを継ぐ。我もと言えり、死を告すと、王子いでずんば我、すなわち天聖戦。自ら休んじて人々、自ら洗脳に健全のみ。我は高頓を顧みず。以上、美史終わる。以上で、少々終わる。 次から終今日はこの辺でまた後ほどありがとうございます。ごきげんよう。